こんにちは、すみやです。今日は高精細に撮った月のモザイク合成についてです。先日 ASI Air Mini で、今は違う望遠鏡を乗ってますが、 MAC127 と ASI2600MC Pro でスーパームーンを撮影しましたね。はい。で、そのスーパームーンのビデオの映像、1080p のフル HD の動画なんですけれども、月全体を入れるんではなくて、月の4分の1か5分の1ずつぐらいをちょっとずつビデオ撮影をして、で、そのビデオ撮影したデータをですね、ASI スタジオの ASI ビデオスタックで画像を重ね合わせてノイズを減らしていくと非常に高精細な画像ができるという動画を以前アップしましたけれども、で、その高精細にしたフル HD の月の部分の映像をですね、モザイク合成したらどうなるのかっていうことをやってみました。で、モザイク合成をするアプリはいろいろあるんでしょうけれども、私が普段使っているのはフォトディレクターというね、サイバーリンクが作っているアプリケーションソフトですね。もともとはパワーディレクターという動画編集ソフトを最初買って、で、その後フォトディレクターを買って、霞除去っていうね、機能が非常に役に立ってくっきりしてくれる機能としてあるので、これは何回か使っていたんですが、今回初めてフォトディレクターでモザイク合成をやってみました。パノラマ合成の機能を使って高精細化したフル HD の月の画像を合成してみました。9分の1ずつぐらいの範囲しか撮れていない画像を15枚ぐらいか並べて、それを一度に取り込んで、そして合成ボタンを押すと、自動的にね、位置合わせをして合成してくれるっていうアプリケーションソフトで、非常に簡単でしたね。特に位置合わせを手動でやる必要は全くないので、合成っていうボタンを押せば自動的に月を全体の形をどこにどの画像が入るかって位置合わせをして、一つの月の大きな 4K 以上 6K 近い2000万画素ぐらい、フル HD だと200万画素ぐらいなんでしょうけれども、200万画素が 4K の800万画素を超えて1200万画素ぐらいの月の画像になりましたね。月を1枚撮りでやるとやはりノイズが多いので、そういうビデオ撮影して部分部分を撮って、それを後でパノラマ合成するという機能があるので、非常に綺麗に大きな画面で映りましたね。ただ映してない部分があったので、そこは黒くなってしまったので、月の全体が正確に全部出てくれてないんですけれども、そこはご愛嬌ということで、今後 MAC127 でこの ASI2600MC Pro と合わせて月をね、撮ってみたいなというふうに思いますが、もうね、満月が過ぎて今日はもう下弦ぐらいですか、月の半分ぐらいしか映らないので、半分ぐらいの映像でも楽しめるかもしれませんが、月が昇ってくるのがね、12時ぐらいですから、そこから撮影を始めるっていうのはね、体力的にちょっと厳しいので、今日やるかどうか分かりませんが、今日晴れればね、星空ライブはもちろんやるんですけども、ちょっと向こうの方青空見えてますね。昨日からはMAC127 ではなくてシャープスター 130-28HNT 鏡頭に切り替えて、昨日は日型星雲、三裂星雲、アレイ星雲を撮りましたね。アレイ星雲もね、これで撮った映像をもう一度ね、再編集して綺麗に写っている画像だけ ASI ディープスタックっていうので合成をしました。もちろんライブスタックやってる時にもそれなりの綺麗な画像は出るんですけれども、追尾がちょっとずれたとかね、雲が出てきたとか、
あまり映像的に良くないものは除外をしてスタックをした方が綺麗になるので、今日アップしたねダンベル星雲、今夜はここでトレーニングしますっていう動画にまとめてアップしてありますので見てください。 ASI2600 とこの焦点距離364ミリってかなり広角の望遠鏡で撮っているので、本当はものすごく広い範囲を撮ってるんで、それをズームアップしてアレイ星雲だけをねクローズアップして切り出してもそれなりに映ってましたね。さすがですね。昨日はですねオプトロンの L アルティメットで撮って1枚の画像に5分かけてね、その5分かけたのを十数枚ぐらい撮ったんですけれども、強風だったのでねやっぱり水尾がちょっと揺れるっていうことはあったので、風のない日にね、もっとすっきり晴れた日に再チャレンジしたいと思いますが、ダンベル星雲の動画を後でご覧ください。月の画像をパノラマ合成してですね、黒い部分がちょっと残ったので、そこをなんか自動的に補正してくれる機能があるみたいで、境界線を塗りつぶすみたいな機能があったので、それ押してみたら映像撮れてない部分もそれなりの月のね色合いで補正してくれるっていう機能があって、あ面白いなと思ったんですが、月の端っこがね丸くくり抜けなくて、あのデコボコするそういう月になってしまっているので、まあそれも後でね実際にやってみた画像を見てもらいたいと思っています。月の画像をモザイク合成というかパノラマ合成できたので、今度はねいろんな星雲のモザイク合成パノラマ合成をしてみたいなと思っているところです。サソリ座全体のパノラマ合成なんかもチャレンジしてみたいですね。それでこの後ね実際に月のモザイク合成というかパノラマ合成のやり方を見ていただきますのでご覧ください。どうぞ。使ったソフトはフォトディレクター365です。まずフォトディレクターを立ち上げたら画像の読み込みを行います。保存した月の画像を選びます。必要のないものは排除して読み込みをクリックして読み込みます。はい、読み込まれました。一枚一枚がノイズのないクリアな画像かどうか確認しておきましょう。左から順番に右に進んでいきます。なかなかいいですね。ちょっとここで同じ場面の画像があったので、どちらがいいのか、まあ、簡単にチェックしておきましょう。左の方がなんか少し切れてるような感じだったので、それはちょっと削除しておきましょう。右クリックして削除を選んで、ライブラリーから削除を選んで削除しました。また似たようなところが出てきましたね。アリスタルコスとプラトンが出ていましたが、まあどちらも特に問題ないので両方入れておきましょう。多少ずれてるのでね。はい。そして作成の中からパノラマモードを選びます。そして取り込んだ映像をすべて選んで上にドラッグ&ドロップします。そうすると上の画面に全部取り込まれます。その後結合をクリックしましょう。はい、結合中です。はい、結合されました。ちょっと黒い部分が残っていますが、これは撮影画像がないので仕方がないということですね。で、ここで試しに境界線を自動的に塗りつぶすを選んでみました。そしたらこんな画像になりましたね。ちょっとこれは使えないので戻しておきましょう。そして選択されているところがちょっと狭いので全体に枠を広げて、ここで一回保存をしておきましょう。ファイルの種類が PNG、JPEG、TIFF から選べますね。
ここでは JPEG にしておきましょうか。少し欠けている部分がありますが、ほぼ満月の映像が出来上がりました。で、ここでいろいろ画像処理できるんですが、細かなことをやると時間もかかるので、一気に綺麗にする方法がありますので、それをやってみましょう。ガイド編集にありましたね、画像高画質化のボタンがありましたので、これをクリックしてみましょう。適用をしてみましょう。適用前と後でどういう風に変わるのかをちょっとね、2画面で見比べながらやってみましょう。で、ここで適用をします。適用してみましょう。はい、画像高画質化が始まりましたね。少し時間がかかりますが、はい、できました。虹のエリエとかプラトンとか非常にくっきりしましたね。クレーターの輪郭が非常にくっきりして、海がもやっとしてたのが霞が除去されたような感じに見えますね。はい、はい、こんな感じで月を一周してみました。あ、この辺のね、淡い白い線が、丸い昔のクレーターの線がくっきりしましたね。はい、あ、ケプラーとかコペルニクスの工場がすごくくっきりして見えてきましたね。こういうのは得意なんですね、 AI は。こういう線を補足したりとかいうことが得意なんですかね。なかなか面白いですね。小さなクレーターもくっきり出ますね。あ、それからちゃんと映ってなかったところが出てますね。うん、すごいすごい。これはなんか四国に似てますね、形がね。はい、高知湾が虹の入り江ですね。うん、この辺のぼやっとしていたクレーターもくっきりしてきましたね。はい、こんな感じで一応保存しておきましょうか。これも、はい、違いがわかりますね、左右でね。やはりね、ちょっと右のっぺりしすぎてるような嫌いはありますが、 AI の、うん、こんな感じですね。はい、じゃあこれがあの AI 画像高画質化の動画ですね。はい、こんな感じでやっていますよと。うん、人物の映像なんかはかなりいい感じですね。はい、ベスペラのモザイク合成に対抗できるサイバーリンクのパノラマ合成、皆さんもチャレンジしてみてください。パノラマ合成最強でした。皆さんもパノラマ合成、モザイク合成にチャレンジしてみてください。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えいと、あ、これつけなきゃいけないね。ちょっとまだ曇ってるので後にしよう。風強いし。